188の島崎もロングスローの場面でなければゴール前に加わります。来たー、小出、やはりこの小出、長身選手をここでおとりに使って、やはりこの得意のセットプレーで先制点を奪ったのはこの小出でした。1対0矢板中央高校、前半35分に先制に成功しています。まさにそうですね、やっぱり前に高い選手がいる、後ろから行ってますんでね、もうエアポケットに空いてますよね。はい、もともと物静かなタイプの中田選手ですが、キャプテンになってからは、あ、ここは入れ替わった、11番の石井、クロスを送る、10番の中田、追いついた徳島市立、後半の24分、キャプテンの右足炸裂しました。1対1、耐えに耐えてまずは同点に追いついています。来ましたね、苦しい展開が続いていました。そして鋭い眼光、味方を鼓舞します。年生途中投入の4番小林、守護神の藤井が大仕事をやってのけました。矢板中央高校3回戦進出。